今年の1月1日でございました、僕もね、突然携帯電話がわーって鳴り始めて、なんやろうなと思ったら地震の知らせでございまして、多くの被害が出ましたね。能登半島を中心にね、石川の方、福井の方、富山の方、知り合いの方たちとね、ちょっとずつ連絡を取って無事を確認しながら、自分自身もね、東京にいて何かできることがないかなと考えてきたこの半年間でございました。なんと石川県で早期復興祈願祭というお祭りが上がるという知らせが入ってきました。これはどういうお祭りかと言いますと、僕がずっとあやかりチャンネルでもお伝えしてきました五穀院、この五穀院に加盟してくださっている神社が北陸に5社ございます。その5社が力を合わせて早期復興祈願、早くね地震から立ち直るんだという思いを結集しようというお祭りを挙げるということなんですね。新潟県上越市に鎮座しております笠巻神社、そして富山県は伏木神社と広田神社、そして福井県は篠倉神社、こちらの4社の神主がですね、それぞれ集まります。どこへ？石川県羽咋市に鎮座しております深井八幡神社、こちらに集まりまして、深井八幡神社の宮司も合わさり、5人が中心となって早期復興祈願祭を挙げるんだと。それは五穀院とつながりがあるからというのもありますけど、そこにはお一方キーパーソンがいらっしゃいます。静岡県浜松市に鎮座してございます天王宮大利神社、権禰宜でいらっしゃいます石津さん。これなぜかと言いますと、まず地震が起きました、大変なことになってる、どうしようかっていう時に石津さんがまず行動を起こされたんですよね。当時ね、全加盟の神社そしてお寺の五穀院を集めた手ぬぐいをまず作られたんですよ。でその手ぬぐいを1枚1000円で売りますということで全国でこう販売されたわけでございます。でその時に大利神社の社頭に立ってですね、一生懸命その手ぬぐいを売ったわけでございます。でこの手ぬぐいの売り上げ1000円丸々全部寄付しますせと、なんやったらその手ぬぐいをまず作る制作費も自分で持つわということでね、そんな石津さんの行動を知りまして、だったらということで僕も一生懸命売りますと言って一緒になってね売らせていただいたわけでございます。この場を借りてですけど、手ぬぐい買っていただいた方ありがとうございました。そんな皆さんのおかげで寄付金が100万円超えたと。でそこで石津さんが募金も届けたいっていうことなんで、じゃあ僕一緒に連れてってくださいと参列させていただいたわけでございます。まずはお祭りが大事ですからね、早期復興祈願と、これは早期復興をお願いっていうわけじゃないですよ、祈りを込めるっていう、だから決意みたいなもんなんでございますよ。よく祭儀祭事のことをみんなお願いやっていうことで勘違いする方いらっしゃって、さらにこれが外れてまた地震なんか起きたら願いが届かんかったとか、神さんの力がない、効き目がないと勘違いされる方いらっしゃるんで、一応言っときますけど、もかしこきいざなぎのかん、お払い言葉僧正の勘、頭を下げください。ガンマの腹にかむずまります、すめらはむつかむろぎかむろみのみこともちて、神社巡拝かささきゆうたいも言霊を持ちておみつをいただきまつらむと、遠くライブを立てまつる様を、たひらけくやすらけくずないきこしめし。で佐々木も玉串あげさせていただきました。
それではまず五穀院関係者を代表いたしまして、大年神社石津範義様よりご挨拶を頂戴いたします。まずは一日も早いですね、この北陸の皆様方が穏やかな生活になりますことをご祈念申し上げます。先ほどご紹介いただきました、浜松は大年神社で神主をしております石津と申します。この度1月のですね、頭にありました令和6年能登の半島の地震を聞きまして、何かできることはないかと考えたところ、そこにあります手ぬぐいをですね、五穀院の手ぬぐいを作って、それを販売することによってですね、すべての制作費から合わせた金額をですね、すべて神社さんにお渡しすることによってですね、少しでも復興に近づけたら嬉しいなという思いで始めた活動が、ようやっとですね、お金の方もまとまってまいりましたので、今日復興祈願祭をされるというタイミングに合わせてですね、現金をお届けさせて、いただきました。私も神主なのですごくわかるんですけども、神社の復興って大変なことでございます。どうしてもまずはその地域の皆様方の生活が第一と、その後に神社のことということになります。でもやはりこの神社を守っていくということもですね、すごく難しくて、そこには各宮司様、またそのご家族の方の生活もあったりするわけなんでございますけども、少しでもですね、そういったところが皆さんに見ていただいてですね、復興していただければと思いですね、今回行う運びとなりました。で、本当に全国からお寺さん、また神社さんもですね、五穀院加盟している皆様方から預かってきたものでございますので、本来は皆さんでね、渡したいところなんですけども、代表して私がということで今日は来させていただきました。よろしくお願いします。深井八幡神社宮司宮谷孝也が、お受けいたします。その後は御社のね、神主の方たちから直接ね、現状報告する時間がございました。福井県内そこまで、被害の状況、甚大なところは少ないんでございますけれども、それでも大野市、本当に福井県のもう岐阜県寄りの山奥でございまして、その山奥ですら1日の日もかなり御社殿の揺れございまして、神社の拝殿の基礎のもともとひび割れがありまして、どうにかしないといけないなというような状況の基礎がひび割れがさらに進んでおります。やはり他県と一緒で、海岸沿いはですね、液状化現象ということで、住宅もまた神社お寺様もですね、大変な被害となっております。私どもは上越市でございます。上越市の各神社もですね、やはり灯籠がかなりの数倒壊いたしました。当風巻神社も灯籠1基でございますが倒壊いたしました。また社殿の倒壊はございませんでしたが、やはり社殿がですね、社殿ごと10センチずれたとか、5センチずれたとか、そういうお話はたくさん聞いております。そして、まあ、これがね、つつがなく執り行われ、佐々木雄太帰路に、着いたわけでございますが、このように境内盛り上がってまして、やっぱりお祭りですからね、多くの方がね、集うという、ね、参道があって、でそれぞれこうちょっとお店なんかがね、地域の和菓子屋さんとか、こう美味しかったですね、出てたりとかして、多くの方がね集まってにぎわって、まあ、まさにこれが祭りやなと思ったんですけど、この参道からちょっと奥、そこにはこれ、崩れたまんまの灯籠なんですよね。だからこれがやっぱり地震の大きさ、そして復旧復興の難しさを物語ってましたね。これ一人で持てまっかっつう話なんですよ、この石灯籠無理でしょ。だからやっぱり人手が必要なんですよね。だけど、まあ復旧復興ボランティアの方はじめですね、やっぱ多くの方たちがこう地域に活動に、なんていうんですか、参加されてますから、なかなかこう神社の復旧復興が後になるというのがここで垣間見れると。そういえばですよ、嬉しいことがたくさんありました。なんと深井八幡神社に佐々木雄太に会いにと言ってね、
あやかりチャンネルのファンですということが大勢来ていただきまして、バスツアーに来てましたよっていう方もいらっしゃってね、ご自身が被災されてんのにそんな中バスツアーにね、東京駅にも来てくださいましたし、その方から伺ったんですけど、ボランティアの方たちのシステムっていうのがあるようで、例えばね、その行政区でボランティアの方の募集と活動っていうのが管理されてるんですって。だから A という町、B という町だと、 A という町の中、 B という町の中でボランティアの方たちの活動が、管理されてるんで、その僕にね会いに来てくださった方っていうのは A の町から B の町に避難するっていうので、もう引っ越しを考えてるっていうんですけど、 A の町でボランティアの方たちに手伝っていただいて荷造りして、 B の町に引っ越ししたら誰も降ろす人がいないんですって。なぜかっていうと、ボランティアは町をまたげないっていう、そんなメッセージも伺っておりましたし、石津さんと浜松で、毎月第4木曜日ラジオさせていただいてるんですけれども、そこのスタジオに来てくださった方がいて、お金持ってきていただいてね、ぜひ石川の早期復興祈願祭に納めてください、募金してください、自分は行けないんだけど佐々木優太に託しますっていうことで、預けてくださった方もいらっしゃいました。この場を借りてですね、皆さん思いを寄せていただきましてありがとうございました。まあ、これ、ここでは終わりませんね、ここからずっとずっと続いていくわけでございます。だから、思いを寄せ続けていきたいと思います。